今年3月、釜石市の当時小学3年生の女の子が市内では最年少となる東日本大震災の語り部としてデビューしました。日に日に成長を続ける9歳の語り部はこのほど初めて企業向けの研修で話しました。釜石支局、柳田記者の取材です。先月、学校終わりのランドセル姿で釜石市の震災伝承施設命をつなぐ未来館を訪れたのは、近くの宇野住まい小学校に通う佐々木千佐さん、小学4年生です。震災の教訓を語り継ぐ釜石最年少の語り部千佐さん、明日に迫った語り部活動のリハーサルで未来館を訪れました。津波や災害で自分の命を守るために語り伝えること。千佐さんは震災のちょうど3年後、2014年の3月11日生まれです。母の千恵さんは命をつなぐ未来館で震災ガイドとして働いています。去年、千恵さんは震災の体験や教訓を後世に語り継ぐため、釜石市が要請する大震災釜石の伝承者の研修に参加しました。その際、娘の千佐さんも参加したいと親子で研修に臨み、伝承者語り部となりました。今年3月に語り部としてデビュー。これまでは命をつなぐ未来館や釜石祈りのパークに訪れた人たちを対象に震災について話してきました。今回は初めてとなる企業向け研修での語り部。千佐さんは東京の防災設備メーカーの社員およそ20人を前に、未来館のスタッフとお母さんからの質問に答える形で、自分がどんな気持ちで語り部をしているかなどを話しました。亡くなったおばあちゃんやおばちゃんのことを考えながら語り部をしています。祈りのパークにある釜石市防災市民憲章をいつも意識して語り部をするようにしています。この中で、学校で防災についてどのようなことを学んでいるかという質問に対し、千佐さんは毎月11日は命を大切にする日で、天然湖の歌を歌っていると話し、実際に披露しました。津波が来るから急いで逃げろ、遠くじゃなくて高い場所、ここならね人を思っちゃダメ、もっともっと高い場所、天然湖、天然湖、天然湖。そして最後に、家族から教わった大事なこと、自分が一番伝えたいことを話しました。命が一番大事やということ、逃げるのが遅くなると命をなくしてしまうかもしれないから、地震が起きた時は何も持たなくていいから、とにかく逃げて命さえあればいいんだよとお父さんに教えてもらっています。自分が教えてもらったことをみんなにも伝えていきたいと思います。研修に訪れた人たちは、千佐さんが話す防災と命の大切さについて真剣に耳を傾けていました。自分が震災を受けていないのに伝えていくっていうことの大切さを教えてもらいました。震災のことを継い で二度とこのような被害、大きな被害を起こさないために何かできることないかなっていうのを考えさせられる、そんな一日でした。最初から終わりまでもうずっと緊張してたんで、あれもううまくいってよかったなってしか思えません。ここのこともしっかり伝えられるようになって、で、あの防災士も取得したいなって思いました。その語り部という活動をですね、どんどん広めていただけたら、広めていくきっかけになればいいなと思っているので、そのきっかけとしてですね、そのもっとお話しできることをたくさん喋ってほしいなと思います。外国の人にも伝えたいと最近英語を習い始めたほか、将来的には防災士の資格も取得したいと話す千佐さん。
最年少の語り部の挑戦が続きます。